味方同士が東西に分かれて争うなんて、これは教育が必要かしら。一番悪い子は三成と家康みたいだね。二人まとめてお説教だよ。立花化けよ。三成殿と家康殿の事情を聞きたいのだけれど、どちらも本人にこもっているようね。まるで駄々をこねる子供のよう。お友達を倒したら出てきてくれるかしら。無理はダメだよ。本陣の守備は俺に任せてもらおう。ロフ陣方、気をつけて進まれよ。両方もやられちゃダメだよ。最後はみんな仲良く元気よくだからね。見てよ、大筒を準備せよ。敵軍のボングどもを一気にほどつけてやれ。そう来ると思ってましたよ。こっちも大筒で反撃といきましょう。危ないものを使っちゃダメだよ。一刻も早くやめさせないと。マサノリ、どうしたの。あなたは喧嘩早いけどいい子でしょ。お姉様、すんませんっす。なんだか俺わけわかんねえ感じで。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。やっぱり資源たちも戦っているみたい。母の思い分からせてあげないと。頑張るよ。任せときな。こら三個、物騒なものはしまいなさい。仲間なんだから戦っちゃダメでしょう。おせっかいなお人だね。邪魔するなら容赦はしませんよ。しっかりしてよ。あなたが三成を止めなきゃダメでしょう。いや、まったく、なんで俺はおねね様と。少し頭を冷やしてきますよ。この調子でもう一つの大筒も止めないと大変なことになる前に。これはあいつのせいです。あいつが俺を。あれ、あいつって誰だっけ。ちょっと頭を打って忘れちゃったみたいで。シーゲン、今すぐやめなさい。母に言うことが聞けないの。この目が笑っていない冷酷な人間が母だと。冗談もほどほどにしてもらおう。ちょっと問題発言だよ。即刻お仕置きだね。シーゲン、冷酷な母でごめんなさいね。今はどんな気分かしら。どうかお許し。お叱りは後で受けますよ。失礼。止めてくれる分、まだ可愛げがあるのね。これで少しは静かになるかしら。ヒユマさん、どうしちゃったの。私に手を挙げるなんて悲しいよ。それだ、おめでさん。嘘だ、悪夢だ、あんまりだ。さあ、先に出してやろう。三成、まだ手こずっているのか。早く奴らの息の根を止めてやれ。誰が敵でも構わない。この総士官すべて潰してやろう。すべて潰すだと。総比は確かに冷酷だが、仮にも仲間に対してあんな物言いをするか。そろそろ我らも前に出るぞ。敵軍に属する者は誰一人として生かすな。容赦は無用。敵は全て切れ。ここを奴らの墓場とするのだ。人類にしては妙に攻撃的だ。この戦、裏に何かありそうだな。ああ、どう
してそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。まだまだ暴れ足りねえな。あそこのムサイオさんを仕留めてやるか。わしの相手はあの将か。息の根止めてくれるわ。立花が出よう。やけに騒がしいのが近づいてきているな。まさかとは思うが、トングの連中もいるのか。行くぞ。任せてきな。見てろ。この霧、なんだか嫌な感じがするよ。忍びの勘っていうのかな。おお、郊外殿、正気を取り戻されたようですな。わしは何を。家康殿と共に戦場に来たことまでは覚えているが。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。こうなれば打って出るしかあるまい。全軍で敵を根絶やしにしろ。しっかりしろ、タンメイ。いくらお前でも敵味方の区別はつくだろう。何してるんだ。なんで本当に切れてるんだ。本体を出さぬわけにはいかぬか。敵を総統し我らの余力を見せつけよ。本田平八郎を戦つ、押して参る。無事にこそ抱きすべきものなり。ごめん。ああ、どうしてそんなにすごいのかしら。本当によくできた子ね。わかりました。優先されるこの戦場に割って入るとは、なんと強引で傲慢な女子か。我家康、聞き捨てならないよ。ねねにこれお仕置きだよ。任せときな。ワクワクするね。正気に戻ったようね。あなた、ネネ殿に随分ひどいことを言ったわよ。なんと、急に面倒をかけてしまいました。この霧が出た直後、皆おかしくなって、私自身も途中からは覚えておらず、ひどく興奮してしまいまして。困ったな。みんな正気じゃないみたい。何かに操られているのかしら。まだ確かなことは言えないね。残ってるもう一人にも聞いてみないと。さあ、書きに出してやろう。稀に見る戦巧者にございますな。そんな格好でうろうろするな、バカ。死にたいのか。ほら、いつなり。口も態度も悪い子はせっかくだよ。ごめんなさい、申し訳ありませんでした。ですが、暴力的解決は避けていただきたかった。あら、素直なのか口が悪いのかわからないわね。可愛げがないな。三成、どうしてこんなことになったの。我らはただ妖魔を倒すために出陣しただけです。妖魔一丁どこでしょう。この霧が出ると同時に姿を消したのですが、ネネ殿たちが集めた情報を整理すると、少し前までこの戦場には妖魔がいたようだけれど、この霧が出た直後に姿を消した。そして皆がおかしくなったのよね。それから仲間同士の喧嘩が始まったと。一番悪い子は別にいるよ。いやー、我が策を見やけたか。ならば我が相手から相手をしてやる。黒幕が出てきたか。奴を討ち取り、
この騒ぎを終わらせるぞ。行くぞ。敵将撃ち取ったり。どうやら我らは惑わされていたようだ。やはりあの霧が原因であった。霧が晴れた途端全てを思い出したぜ。他人にいいように働かされるなんて。清盛、よくも惑わせてくれたものだ。この礼はたっぷりとさせてもらう。てめえのせいで俺はおっさんに刃を。切りつけてもらうぜ。よし、よくやった。お前と共に戦うことで俺も成長できる。は、両毛が危ないみたい。助けてあげなきゃ。こたびはお互いひどい目に遭いましたね。二度とこんな戦いはごめんよ。そうですね、少なくともこの世界に。母、申し訳ありませんでした。そのまだお怒りが。何を怖がっているの。操られていたんだもの、仕方がないでしょ。その笑顔、対峙すると本当に怖い。あ、いや、何でもないです。すまぬ、リョモ。軟骨の暴力と思って許してくれんか。俺も謝るぜ、おっさん。やっぱ、おっさんは味方に限る。妨害殿、勘弁。ああ、今回のことは水に流そう。こら、清盛、そんなひねくれた子は大接近だよ。同士討ちを狙ったというわけか。その狡猾な策ごと打ち払ってくれる。全てを思い通りにするのは誰なのか、それを分からせてあげるわね。同士討ちは妖魔の仕業だった。真相はあっけないものだったわね。うん、仲たがいでなくて一安心だ。これでまた一丸となって戦える。うんうん、雨降って地固まるだね。これからもみんな仲良く頑張ろうね。とにかく